Common sense often blinds us, and we often as much lose our eyes to see things as they are with the common sense we have. Here is one example, and let us talk about a mysterious hole in the belly of St. Jerome, painted by Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. Why is it there in his belly, and what is it you see in his belly? 常識ほど当てにならないものはありません。そればかりか、常識が邪魔をして、人はそこにあるものさえ見えなくなることがあります。1500年後のイエス・キリストが描いたセント・ジェロームの絵を例に挙げて、それについて考えてみたいと思います。その絵の中のセント・ジェロームの腹には、奇妙な穴があるのがわかります。穴です。あなたが持っている常識を一度横に置いて、この絵を素直に見てください。穴です。これも私、林博は、騙し絵、隠し絵の一つと考えていますが、では、その穴は何のために、どうしてここにあるのでしょうか。その謎について、この動画の中で考えてみたいと思います。広志林、浜松市、ジャパン。ルネサンスに現れた1500年後のイエス・キリストが描き残した絵は、すべて騙し絵、隠し絵だったということです。このセント・ジェロームもその中の一枚ということになります。この腹の中心に描かれているこの奇妙な円形、つまり私、林博は、穴と判断しましたが、その穴について調べてみます。もう一度最初から見ていただきますが、このセント・ジェロームの絵は見れば見るほど奇妙な絵です。もっとも一応レオナルド・ダ・ヴィンチの作ということになっていますが、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。存在したという証拠そのものがどこにもありません。1500年後のイエス・キリストがですね、そうした操り芸術家を通して人間と接触していたと私、林博は判断しています。そのセント・ジェロームの腹にはですね、このような奇妙な穴が描かれています。そしてここにはよく見ると何かしら目のようなものが描かれているのがわかります。はっきりしません。この絵そのものはですね、大変解像度の高い絵でして、おそらく原画もこれに近いものと思われます。そして脇の下にはですね、奇妙なものが描かれています。影なのでしょうか？それともこれは何なのでしょうか？何かしら手のようにも見えます。それは私の思い過ごしかもしれません。そしてこのなんて言いますかね、腹と胸の境目ですね。ここが2つに風合いが分かれているように見えます。そして下の腹にですね、色をつけてみると、例えばこのような風にも見えるということです。目があって、何かしらね、口があるという感じもしないでもありません。そして胸と腹がですね、2つに分かれているかのように見えます。一体これをどう解釈したらよいのでしょうか。あるいは本当にここには顔が描いてあるのでしょうか。話は少しそれますが、この腹を見ていてですね、私は日本の雪舟が描いた絵を思い出しました。右が雪舟の絵です。大変興味深いことに、レオナルド・ダ・ヴィンチと雪舟は1500年を挟んでちょうど同じ頃に生まれて同じ頃に亡くなったとされています。右が世襲の絵です。目の中に目があるのがわかります。左の絵もですね、何かしら目の中に目があるように見えます。左の絵の、そして左の、今まで囲んだ部分はですね、目なのでしょうか。そして右の穴らしきものは何なのでしょうか。果たしてこれは何かということですね。そして先ほども言いましたように、胸と腹の部分がですね、色も違いますし、風合いも分かれているのが分かります。以前、世襲についても検証してみたことがありますが、その世襲もこれまた謎に包まれた絵師ということになります。その謎は別のところで解けましたので、ここでは割愛します。皆さんにも謎解きを楽しんでいただくために、もう一つ脇道にそれます。これがアントニオ・キャンピです。ダヴィンチよりはですね、少し後の画家ということになります。そのアントニオ・キャンピがですね、何枚かやはり、奇妙な絵を描いています。こうした絵を描き残しているわけですけども、この右の上ですね、場違いなところに場違いなものが描かれています。あたかもですね、空間が裂けて、そしてその向こうからですね、何かしらトンネルのようなものが見えるということですね。よく見るとですね、今風に言えば UFO ということになります。その UFO、半透明の UFO がですね、空中に浮かび、その UFO に向かって人が吸い上げられていくという様を表しているのではないかと、私、林宏は考えています。大変奇妙な絵であり、またこうした奇妙な絵を描く画家であったということです。この検証もやはり別のところでしましたので、ここではですね、こうした絵を描く画家ということで、紹介程度で、詳しい内容は割愛させていただきます。よく見るとですね、この半球体の下の方には人間らしきものも、人たちも描かれています。そのアントニオ・キャンピもまたセント・ジェロームの絵を描き残しています。セント・ジェロームというのはローマン・カトリックにとってはまさしく中高の祖であったということになります。そして右の像はガンダーラ仏です。一応、苦行中のブッダということになっていますが、私、林宏は、ブッダ、すなわち、セッタ・アルタ・ガブダマの父親のストダーナ・ガブダマであると判断しています。胸の表現の仕方が大変よく似ている点に注意してください。そして、中央にもう一度、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームの絵を置いてみます。やはり、胸の表現の仕方がよく似ているのがわかります。比較してみてください。どこか人間離れしているということですね。それについても別のところで検証しましたので、ここでは割愛させていただきます。全くって言いますか、表現の仕方が同じと言って良いほど似ているということですね。そしてこの肋骨がですね、つながっている点にも注意してください。そして右のガンダーラ仏の腹にはですね、大きなくぼみができています。それもよく似てるからどうかなということなんですね。で、こうして調べていきますと、謎がますますと深まっていきます。一体、セント・ジェローム、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームのですね、この腹の下の丸い穴は何かということになるわけです。さらに、以前作りました、ベロッキョの描いたセント・ジェロームの、絵について簡単に説明しておきます。これは絵というよりも、写真から起こした絵というふうに判断しています。頬のですね、毛穴一つ一つまで正確に描かれています。このベロッキオ、アンドレア・デル・ベロッキオの描いたセント・ジェロームの絵を見るとですね、首のところで上半分と下半分がですね、風合いが違うのがわかります。老人の場合、この顎の下に穴が開くことがありますけども、この穴も奇妙ですけども、その下ですね、首の横ラインに注意してください。右の白い矢印で示したところです。風合いが違うのがわかります。この黄色い枠の部分に注意してください。上半分と下半分が違いますね。私は下半分はいわゆる今でいうバイオスーツの一種ではなかったかと判断しています。皆さん自身で判断してください。この首の横ラインですね。下半分があたかも衣服のように見えます。がしかし、極めて、なんて言いますか、ハイテクな衣服、もっと言えばバイオスーツの一種ではなかったかと考えています。この今、動画はですね、現在、ある大学が開発しているバイオスーツです。現在のですね、風船式の宇宙服では大変、宇宙飛行士も動きにくいということで、このようなバイオスーツが開発されています。このバイオスーツとですね、アンドレア・デロッキオの描いた絵の中の右のですね、セント・ジェロームの、この首がですね、比較してみてください。こんなところからですね、私はですね、右のセント・ジェロームはバイオスーツを着ていたと判断しています。もちろん、地球環境に適応するためです。注意深くご覧ください。首のところで2つに分かれてますね。はっきりとしたラインが見て取れます。結論を出す前にですね、もう一度セント・ジェロームの絵を比較してみてください。アンドレア・デル・ベロッキオの描いたセント・ジェロームです。そしてアントニオ・キャンピのセント・ジェロームです。レオナルド・ダ・ヴィンチのセント・ジェロームです。大変よく似ているということですね。ベロッキオとダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームはですね、酷似しています。そして右がガンダーラ仏ということになります。こうして考えていくと頭が混乱しますね。では私、林博の結論を話します。これが一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームです。で、この絵のこの上の方に注意してください。岩が組んであります。そして中央にセント・ジェロームが描かれています。この赤い枠、そして左下が一つのヒントに、謎を解くヒントになりました。ブルーの部分に注意してください。ここには何やら奇妙なものが描かれています。一見するとネズミのようにも見えますが、私はこれを頭蓋骨と判断しました。頭蓋骨と判断しました。人間の頭ですね。こんなところに、こんな奇妙なものが描かれているということです。この頭蓋骨が謎を解くヒントになりました。先ほどの岩の絵の上にですね、セント・ジェロームの腹の部分を重ね合わせてみます。そうするとですね、そこに現れるのは、いわゆる穴あきドルメンだということです。つまり、このセント・ジェロームの向こうにあるのは穴あきドルメンであるということになります。そしてその穴の部分をですね、この、セント・ジェロームの腹に描いたということになります。これも隠し絵、騙し絵の一つです。1500年後のイエス・キリストは穴あきドルメンにこだわっていました。右はベロッキオとダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の絵ですけども、その中にも穴あきドルメンが描かれています。半分水の中に沈んでいます。穴あきドルメンです。注意深くご覧ください。そして左右、2つの穴あきドルメンを比較してみてください。さらに同じような穴あきドルメンをですね、1500年後のイエス・キリストはミケランジェロなる操り人形芸術家を通してシスティーナ礼拝堂の天井画の中にそれを描きました。システィーナ礼拝堂の天井画の中の一枚です。この絵の下の部分に注意してください。これも隠し絵、騙し絵の手法で描かれた絵です。この中にやはり穴あきドルメンが描かれています。それについての動画はこの後につなげておきますから、またご覧になってください。皆穴あきドルメンですね。すなわち人身供養、もっと言えば餌としての人間の子供を閉じ込めておくための穴あきドルメンであったということになります。現在、コーカサス地方だけでもですね、3000個近い穴あきドルメンが残っています。もちろん、ヨーロッパ全土の各地にそれが残っています。穴あきドルメンです。すなわち、セント・ジェロームの絵の中に描かれた、この、セント・ジェロームの腹はですね、穴あきドルメンの一部であったと、私、林宏は判断しています。今、腹の部分を切り抜いて、岩の部分に貼り付けてみました。こうして、1500年後のイエス・キリストはですね、ここに描かれているのは、穴あきドルメンであることを示したということになります。まさしく、隠し絵、騙し絵の手法をここでも使っていたということになります。つまり、この丸い穴は、穴あきドルメンの穴であったということになります。というのが、私、林宏の結論です。いかがでしたか？ Bye for now. Jean spoke with Herod on several occasions and condemned his marriage to his half-brother's wife. This condemnation would be his downfall, as King Herod promised to grant a wish to his daughter. In revenge for John the Baptist's condemnation of her mother's scandalous marriage to Herod,She asked for John's head. King Herod reluctantly obliged. John the Baptist died sometime between 33 and 36 A.D. John the Baptist, who was executed, was a proxy.Here is its evidence and proof. 処刑されたバプティスト・ヨハネは替え玉でした。その証拠と証明。広林浜松シティ・ジャパン。繰り返します。処刑されたヨハネは替え玉でした。その証拠がバチカンのカペラ・システィーナに残っていました。これがミケランジェロが描いたとされるカペラ・システィーナの天井画です。その一角にこのような絵があります。バプティスト・ヨハネについて簡単に説明しておきます。ヨハネは当時の領主ヘロデ・アンティパスの結婚を非難したため捕らえられ首をはねられ処刑された。ヘロデ・アンティパスの華麗の妻が首を埋葬した。キリスト教伝承では首は後に再び発見されコンスタンチノポリスにもたらされたとされる。その時の様子を表現したのがこの天井画と言われています。向かって右側、ベッドの上に横たわっているのがヨハネの死体と言われています。そして2人の人物が中央で運んでいるのがヨハネの首と一般には説明されています。が、この首は向かって右側の人物の首ではありません。向かって左側の人物の首、つまり替え玉の首ということになります。その事実をこの動画の中で説明します。まず、この絵に注目してください。この首に注目してください。が、この首は向かって左側の人物の首です。というと、皆さんは向かって左側の人物には首があるではないかと思われるかもしれません。しかし、これは首ではありません。注意深くご覧ください。この上の人物の生首は向かって右側の人物の首なのでしょうか、それとも向かって左側の人物の首なのでしょうか。向かって左側の人物のこの頭と思われる部分に注意してください。注意深くご覧ください。耳のようなものが表現されています。ですから、一見すると、この人物には頭があるように見えますが、これは耳ではありません。もう一度、この生首を見てください。そして、右下の人物の体を見てください。そして、向かって左側の人物です。首のところに注意してください。首が異様に細いのがわかります。これは穴です。穴あきドルメンを中から内側から見た時の様子を表したものです。この黄色い丸は、つまり穴あきドルメンの内側から見た穴ということになります。注意深くご覧ください。右が穴あきドルメンをですね、内側から見た写真です。首が異様に細い点に注意してください。つまり、これは、騙し絵、隠し絵ということになります。by 林博発見です。注意深くご覧ください。黄色い丸で囲んだところは、穴あきドルメンの穴。そしてこれは何かと言いますと、指なんですね。穴の向こうに見える指ということになります。右は私の指でした。で、この穴を塞いでみますと、左の人物には首がないことが、頭がないことがわかります。つまり、二人の中央の人物が運んでいる生首は、向かって左側の人物の生首ということになります。では、なぜこんなところに穴あきドルメンがあるかということですね。なぜ穴あきドルメンかということになります。左のこの頭のように見える丸い部分は、穴あきドルメンを穴あきドルメンの内側から見た様子ということになります。つまり、穴だということです。穴だということです。ここに注意してください。では、なぜこんなところに穴あきドルメンの穴が描かれているかということです。それはですね、この絵をもう一度注意深くご覧いただくとわかります。この赤い枠で囲った下の部分を見てください。ここには穴あきドルメンが描かれています。右はベロキオとレオナルドの合作と言われているキリストの洗礼の中に描かれている穴あきドルメンです。全く同じです。もともとの作者が同じですから、同じに描かれていてもおかしくありません。ミケランジェロもレオナルドもベロキオも1500年後のキリストの操り人形芸術家でした。ミケランジェロもベロッキオもレオナルドも1500年後の操り人形芸術家でした。1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家でした。ですから同じになっていたとしてもおかしくないわけです。比較してみてください。右の絵の中に描かれている穴あきドルメンと同じものがミケランジェロが描いたとされる天井画のシスティーナ礼拝堂のこの絵の中に描かれています。ここに描かれているのは穴あきドルメンを外側から見た図ということになります。注意深く比較してください。ここが重要なポイントです。その上に先ほどの絵が描かれています。では、その穴あきドルメンは何であったかということですね。つまり、餌としての人間を閉じ込めておくためのドルメンであったということになります。硬化させただけでも3000個以上の穴あきドルメンが残っています。その証拠がベロッキオとダ・ヴィンチの描いたと言われているキリストの洗礼の中に描かれています。この洗礼の絵の中に描かれている2人の子供に注意してください。この2人の子供は餌です。注意深くご覧ください。この子供たちの顔を見てください。目は腫れ上がり、膨れ上がり、鼻はまあ砕けですね。頬には傷があり。というように、虐待を受けた子供の顔がこの中に描かれています。右の方は修復後のイエスの洗礼です。キリストの洗礼です。左は修復前のキリストの洗礼の絵です。この子供たちの顔に注意してください。この右の絵は修復前の絵です。目を見てください。目は腫れ上がり、鼻は潰れ、目の周りにはクマができています。虐待を受けています。左の子供もやはり目の周りにクマができています。虐待を受けた子供の絵です。注意深くご覧ください。つまり、このような形でベロッキオ、あるいはレオナルドという画家を通して、操り人形を通して、1500年後のイエスは、いわゆるアナーキドルメンというのは、餌としての人間を閉じ込めておくための檻であったということを示しました。このアナーキドルメンが、先ほどの絵の中に描かれているということですね。そして内側から見たその様子が描かれているということです。そしてその手前には首のない死体があるということになります。つまり、二人の人物が運んでいる生首は、実はこの左の人物の生首ということになります。その証拠が同じ絵の中に残っています。もう一度、先ほどの絵を注意深くご覧ください。向かって右側の人物には、実は隠し絵、騙し絵という手法で、首が生首ではありませんね。首があることが示されています。右の人物には頭があります。繰り返します。中央の2人の人物が運んでいるこの生首は、向かって右側の人物の生首なのでしょうか？それとも向かって左側の人物の生首なのでしょうか？もう一度皆さん、しっかりとこの絵をご覧になってください。一般に言われている世間的な常識がいかに当てにならないものかということを、この絵を通して皆さんにも分かっていただけると思います。500年間、誰も疑わず、誰も気がつかず、そして放置されてきた事実を皆さんは今このような形でご覧いただいています。この中央の人物が運んでいる生首は、向かって左側の人物の生首です。その証拠が向かって左側の人物の絵に描かれています。ベッドの上に横たわっている人物の絵に描かれています。これからその証拠をお見せいたします。注意深くご覧ください。向かって右側のベッドの上に横たわっている人物にはですね、頭があります。頭があります。注意深くご覧ください。いいですか、皆さん。ここが今日の結論ということになります。この人物のこの赤い部分に注意してください。この赤い部分に注意してください。この絵もですね、やはり天井画も修復されていて、現在は大変分かりにくくなっています。この赤い丸に注意してください。ひび割れと一体化しているために分かりにくくなっています。が、古いと言いますか、修復前の絵では、この部分に鼻と鼻の穴が描かれています。修復後は、これは下のひび割れと一体化して分かりにくくなっています。古い方で判断してください。修復前の絵で判断してください。ここに鼻と鼻の穴が描かれています。まあ、この絵、天井画にはですね、無数のこうした騙し絵、隠し絵が仕込まれています。これもその中の一つということになります。皆さん、注意深くご覧ください。ここに描かれているのは、鼻と鼻の穴です。つまり、向かって右側の人物には頭があったのです。つまり、中央の人物2人が運んでいる生首は、向かって左側のアナーキドルメンの内側に置かれた人物の頭ということになります。これが結論です。このような形で、この体の向こうには頭があるということになります。繰り返します。ここに描かれているのは、鼻と鼻の穴です。いいですか、皆さん。500年間、私たちは学者たちに騙されてきたということになるんですよ。誰も気がつかなかったんですよ。その事実を今、皆さんはこうしてご覧いただいています。これが事実です。つまり、処刑されたヨハネは、替え玉のヨハネであったという証拠を、1500年後のイエス、キリストがこのような形で神秘的な礼拝堂の天井画として残したのです。皆さん、これが事実です。もう一度確認してください。中央で運んでいるこの人物、二人の人物が運んでいるのは、向かって左側の人物、すなわち替え玉の人物の生首ということになります。処刑されたのは、ヨハネ、バプテストのヨハネではなくて、替え玉の人物の生首ということに、なります。以上です。Bye for now. Social consciousness calm writes as follows. Our history is not what we think. Over the past few thousand years, we have warped our own history. Our versions of the past has been mistranslated, changed, altered, and skewed to fit our understanding of reality and completely left our many things that we cannot explain. Today, we are going to look at an alternate version of our history, a version that was hidden behind the history we learned and know. Here you see some paintings painted by Michelangelo Buonarroti at Cappella Sistina, through which you may know these facts. 私たちの歴史は歴史家たちの都合の良いようにねじ曲げられ、歪められ、改変されてきました。結果として現在、私たちが知っている歴史になりました。今、ご覧いただいているのが、ミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画です。いろいろもっともらしい説明がなされていますが、そうした説明がいかに的外れなものであるかは、こうした絵画を見ていただければわかるはずです。つまり、私たち人間は、こうした絵画の向こうに隠されている、まさに私たちが神々と呼ぶエイリアンの歴史を何も知らない。知らないまま表面的な歴史を見て、それが人間の歴史と思い込んでいるだけということになります。それともあなたはこうした絵画を見て、私はこうした事実を知っていたということができますか？が、残念なことに、こうした事実に最初に気がついたのは、私の友人の森本聡さんです。今から4年前の2012年のことです。それまで、つまり、それまでのこの500年間、誰も気づかなかったのです。歴史家も、美術評論家も、そして皆さんもです。男を絶世の美女だと評論してみたり、隠し絵、騙し絵にも気づかず、素晴らしい絵と評論してみたりしています。つまりその気づかなかったという部分に、冒頭で言いましたように、ねじ曲げられ、歪められ、改変された私たちの歴史があるのです。そこで大切なことは、まずこうした事実に気づき、それを認め、受け入れることではないでしょうか。その上で、なぜ、どうしてを繰り返しながら、その中から推論を引き出し、仮説を立て、証明し、さらには理論へと組み立てていくことではないでしょうか。いいですか、皆さん。今、皆さんにご覧いただいているのは事実なんですよ。事実です。そこにある事実です。そうした事実を見ながら、林博の思い過ごしであるとか、あるいは林博の頭はおかしいとか、どうか考えないでくださいよ。大切なことは、皆さん自身が自分の目で見て、自分で考え、自分で判断することです。そういった意味では、既存の歴史家たちの意見は全く当てになりません。彼らは嘘こそ言いませんが、本当のことも言いません。自分たちにとって都合の悪いことは皆覆い隠しています。でないというのなら、もう一度システィーナ礼拝堂のこれらの絵画を見直してみてください。中には身の毛もよだつようなゾッとする絵画もあります。そうした絵画を見ながら、あなたはそれでもカトリックの教義を具現化した素晴らしい絵画であると言いますか？言い続けてよいのでしょうか？回りくどい言い方をやめます。レオナルド・ダ・ヴィンチにしても、ミケランジェロにしても、1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家でした。ダ・ヴィンチにしては、存在したという証拠そのものがどこにもないのです。つまり、1500年後のイエス・キリストは、こうした芸術家なる操り人形を仕立て、自らの正体、イデオロギー、アジェンダを示したということになります。言うまでもなく、私たち人間に対してです。言い換えると、例えばダ・ヴィンチ、ミケランジェロが描いたり作ったとされる作品を逆に分析することによって、その向こうに私たち人間は私たちが神と呼ぶエイリアンの正体、イデオロギー、アジェンダを知ることができるのです。いいですか皆さん。この地球に住んでいる知的生命体は人間だけではないのですよ。人間だけと思ってはいけません。人間だけと思って傲慢になってはいけません。しかもその知的能力は人間のそれをはるかに超えています。人間がとても太刀打ちできるような相手ではありません。そのとても太刀打ちできるような相手でない知的生命体がそれぞれの時代にそれぞれに姿を変え、私たち人間に接してきているのです。その事実に私たち人間がまず謙虚になる。わかりやすく言えば、そこにいる神という存在に謙虚になるということです。言うなれば、人間はボロボロの不完全極まりない生物です。まずそれに気づき、それを認め、次に謙虚になる。謙虚になって教えを請う。その相手が、ここで言う私たちが神と呼ぶ知的生命体、つまりエイリアンということになります。繰り返します。決して傲慢になってはいけません。いわんや人間こそが唯一の知的生命体と思ってはいけません。完成された生命体と思ってはいけません。私たち人間は未熟で未完成でボロボロの生命体だということです。それを認め、その上で教えを請う。つまり私たち人間には知らないことがそこに山のようにあるのです。知らないことだらけです。その一例が今皆さんにご覧いただいているシスティーナ礼拝堂の天井画ということになります。それともあなたはこうした絵画に表現されている事実を知っていたというのでしょうか？いいですか？この500年間誰も気がつかなかったのですよ。誰も疑問に思わなかったのですよ。まず、そうした事実に謙虚になることではないでしょうか。私たち人間は何も知らないのだとです。そういう意味では、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロの残した作品には学ぶべきものが多いと私、林博士は判断しています。なお、最後になりますが、だからといって心配しないでくださいよ。私がここで言う神は優しいですよ。今も信じられないくらい私たちのそばにいて、私たち人間を温かく見守っていますよ。でないというのなら、私たち人間はとっくの昔に滅ぼされていた、つまり絶滅させられていたということになります。ただ一言、私、林博士の立場で言うなら、どうかこうした事実を宗教と絡めて考えないでくださいね。神とかキリストとかいう言葉を並べると、人間の皆さんはすぐ宗教あるいは信仰宗教と絡めて考えるかもしれません。林博士が説いているのは宗教だとですが、私が皆さんに求めているのは、信ずるとか信じないとかいうような話ではありません。スピリチュアル、つまり霊的なものではなく、繰り返しますが、そこにある事実を認め、受け入れ、自分で考え、自分で判断し、自分で理論を組み立てていくということです。そこが重要です。その結果として、あなたが私と同じように、その向こうで神を認め、エイリアンを認め、1500年後のキリストを認めるなら、それはそれであなたの判断ということになるのではないでしょうか。その第一歩として、今、皆さんにこうしてシスティーナ礼拝堂の天井画をご覧いただいています。広し林浜松シティジャパン。